赤い GHC ナショナル選手権、第2代王者は中島克彦。 V2 王者が 7.19 後楽園で動いた。 KO、 おいおい KO 待てよ。どうだこのベルト欲しくないか。赤いベルトがかわいそうだな。チャレンジャーは混合の剣王に。3度目の防衛なるか中島。王座初体感なるか剣王。俺があのベルトを奪って魅力的な赤いベルトにしてやるからな。20周年の舵を取るのは果たしてどちらだ。メインイベント GAC ナショナル選手権、王者中島克彦 VS 挑戦者剣王。またこの日が来ると思っていたでしょう。箱舟名勝負の一つ、中島剣王のどつき合い。この二人が向き合うと息を呑むような殺伐とした喧嘩マッチになる。梅雨が明け、日本はいよいよ夏本番を迎えます。猛暑がやってきた後楽園ホールで、この二人がさらにリング上を熱くさせます。 GHC ナショナル選手権、まずはチャレンジャー剣王が入ってまいりました。カリスマ復権の時、逆境の人生、いつも何かと戦ってきました。中島の強さは百も承知。そんな強い奴に立ち向かう、それこそが剣王反骨の源流。真紅の衣をなびかせてカリスマがリングを踏みしめる。高ぶる気持ちを必死に抑えています。あいつには男として負けたくない。ひらついた目がそう語っています。剣王固く握りしめた拳に混合の信念が宿る。チャレンジャー剣王リングインです。去年11月に新設された赤の GHC ナショナル王座、無差別級のまっさらなベルトに初代王者杉浦が光を与えました。そして第2代王者は中島克彦。刺激たっぷり楽しめるやつと戦うことで、ベルトを俺の色に染めてゆく。そして命を吹き込んでいきます。リング上で待つ相手は同世代のライバル。同じキックを使い、同じように上の世代に挑んできた中島も認める男であります。その2人の果たし合い、期待度マックスの会場の空気を味わいながら、中島克彦赤いベルトを携えてその方を進めます。でも勝ちます、チャンピオンだから。このリングを輝かせるという剣豪、それは中島克彦も同じこと。さあフルメンバーで入ってきた混合を尻目に、
散らすかのように中島がゆっくりと歩を進めていきます。アクシスのサポーター、ホーミーズ、そのホーミーズに語りかけながら深紅のベルトを誇示します。さあ始まる、誰もが驚愕するであろう究極の芝木愛、中島、そして剣豪、さあ今夜はキックでたっぷりと語り合おうぜ。選手権試合に先立ちまして、選手権者中島和彦選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。メインイベントは GHC ナショナル選手権、中島克彦3度目の防衛戦です。挑戦者は GHC ナショナル王座初挑戦の剣豪です。青コーナー、ご覧のように剣豪の4人がセコンドについております。共に戦っていくというそういった意思表示にも見えます。本日のメインイベント、 GHC ナショナル選手権試合60分一般勝負ございます。青コーナー、挑戦者210パード、ケアー、信念を込めたこの拳でベルトを掴むチャレンジャー剣豪です。青コーナー、 GHC ナショナル選手権者210パード、中島克彦、時代はアクシス、剣豪のハンコスの牙をへし折るチャンピオン中島克彦です。さあメインイベント、いよいよ始まります。 GHC ナショナル選手権チャンピオン中島3度目の防衛戦です。さて放送の解説は佐久間和彦さん、ゲストはプロレスリングのオフィシャルコメンテーター小橋健太さんです。小橋さん、はい、この試合どんな戦いを期待しますか。いや、この2人の戦いは本当に見たかったんですよ ね、 ですね、はい、だからこの蹴り合い、やっぱり今プロレス界を代表する蹴りの2人ですから、そうですか、はい、僕は思う蹴りの使い手というのは、うん、中島、うん、剣豪、そして健太、健太、はいはい、3人がやっぱり僕は使い手だと思うの で、 そ、 うで、はい、その蹴り合いをじっくり見たいですね、はいはい、中島、そして剣豪、キャリアでは中島が4年上になります。年齢では剣豪が3つ上、まあ、佐久間さん、はい、本当にこの2人はライバルですよね、うん、そうですね、こうやっぱりね、キックもそうなんですけど、こう殺伐とした空気感というところであったりね、うん、そう似たような部分もありますし、このベルトをかけての戦いというのはやっぱりもう小橋さんも言ったように本当にね、見たかった顔合わせですよね、まあ、そしてお互いにこの相入れない性格、その辺の意地の張り合いも佐久間さん、うん、非常に面白いですよね。そうですね、剣豪がね、こう今ね、まっすぐ向き合い合ってるところに対して中島がね、こうにやりとして見せたりで、ね、はい、ちょっとね、この心理的な部分というのも、まあ見えないところがありますよね、はい、さあ2人がまだコンタクトしません。ゴングは鳴っていますが、じーっとこの仁王立ちで見せ合っています。さあ剣豪は入場からもうほとんど表情を変えずに口を毎一文に結んで集中しています。この赤いベルトは GAC ナショナル王座、去年11月に新設されたばかりのタイトルです。防衛戦は国内のみ、無差別級のベルト、つまりヘビーでもジュニアでも挑戦できるという非常に自由度の高いベルトです。さあ中島克彦が不敵な笑みを漏らしています。中腰の体勢になりました。そして上目遣いで剣豪を見せます。さあ剣豪が動き出した。まあ、この睨み合いといいますと、まあ、3月の佐久間さん、うん、まあ、塩崎と藤田和之の30分の睨み合い、はい、ああいう場面もありましたけどもね。そうですね、やっぱりね、まあ、また少し違いますけど、はい、似たような緊張感というのは今このね2人の間にはありますよね、うん、なるほど、2人が身構えました。ただまだコンタクトはしません、うん、一旦後ろに下がっていきます。まあ、この立ち上がり、小橋さん、大事ですよね。そうですね、これは大事です。どっちも不用意に出れないというか、うん、はい、早くも心理戦が始まっています。2人とも、おっと、仕掛けていったのは中島です。チャンピオンから仕掛けていった、おっと、ハイキック空間ロックに倒しました。希望倒しました、うんうん、やはり小橋さん、はい、キックですね、やはりね、ポイントはね、そうですね、ポイントはキックだと思います。まあ、そのキックどういう形で決まるか、
本当にね、一撃頭部にクリーンヒットしたら一発で決まるっていうのはお互いに分かってますからね。そうですね。そういった部分でもこの迎えた時の緊張感につながっていますよね、はい、中島克彦は空手、剣王は日本拳法仕込みのキックであります。さあ場内が一瞬水を打ったような静けさに包まれています。2人の一挙手一投足をじっと見据えているお客さんです。ロープを振っていきました。おっとくるくるっと回転しながら場外に回避したのは中島克彦。おっとさあ中島のペースを崩しに行きます。剣王が追っていきました。場外に追っていった剣王です。この剣王の動きは佐久間さんいかがでしょう。はい、いやいいと思います、あの中島はやっぱ間を取って自分のリズムにしていこうというところだったので、それにさせないでもうどんどん攻めていくっていうのはやっぱ剣王のスタイルですから、そうですね、これはねいいと思いますね、はい、おっと剣王がリングに滑り込んでいった。そして助走をつけて、おっと、ドロップキック、ベースボールスライド、ドロップキックのように放っていきました。剣王です。剣王チャレンジャーが積極的に仕掛けていきます。中島と剣王、新生ノアのトップを争っている両雄であります。現在のノア最高峰のカードの一つ、お互いに腕を上げまして価値を上げてのこの対戦。おっとミドルキック、お小林さん音がすごいですね。いやいいですねさっきのチョップとはまた違った、はい、はい、おお、この音を聞きください。この佐久間さん、人間の体の衝突でこういう音が出るわけですか。いやそうですね、本当に一発一発にね力を込めて、あ中島、まあ、すごいかけますね、はい、あっと休む隙を与えません。中島はインターバルを取ろうとしていますが、そうはさせません。剣王はこれでいいですね。そうですね、剣王はリングに上げてまずはカバーできます。まあ、中島はねこうやっぱ自分のペースにしようとしているんですけど、剣王はそれを崩さないようにしている。ただねかといってこうイライラしているわけでもなく冷静に戦っていますから、剣王は非常にねこういい入り方してますね。そうですね、剣王は焦りがないですね、試合、おっと R15、 5分が経過したところです。来ましたねいきなり、そしてエプロンに出ました中島克彦が走り込んで、ライトにキック、この音もすごい。蹴られたら蹴り返す、やられたらやり返す、そういった戦いであります。この2人の戦い、両者の対戦、最近では2018年のグローバルリーグ、2019年の N1 ビクトリーで剣王が連勝中、共に剣王は制しています。通算成績は中島克彦の3勝2敗1引き分け、そして剣王がヘビー級転向後は2勝2敗1引き分けと五分であります。まあ佐久間さん、図式としてはこの先にこのヘビー級で走ってきた中島をこの剣王が追いかけてきているという、はい、そういう状況ですよね。そうですね、やっぱり剣王はね、ただこう去年の両国のメインも経験していますし、はい、N1 ビクトリーも優勝していますしっていうところ、タイトルはないんですけど、まあ、結果はねこう残してきていますし、そうですね、そういった意味でね、今とにかく勲章が欲しいという思いもあると思うんですよね、はい、そういったところですよね。中島に今劣っているのは結果ではなくてそのベルトだっていうところもねあると思いますから、いかにしてね今日は結果が何よりも欲しいんじゃないですかね。剣王は去年11月の両国大会、その今お話にありました清宮海斗との GH ヘビー鉱山に挑戦して敗れて以来およそ9ヶ月ベルトに全く絡んでいません。まあ剣王は自身について、そして今後についても語っています。実力と絆だけでなく結果を証明していかないとというふうに話していました。さあ一方の中島は初代王者の杉浦からベルトを奪い、6月に井上雅夫、そして曽山学を破りまして2度の防衛に成功しています。そしてライバル剣王に最近くすぶっているだろうと挑発し、挑戦者に逆指名したわけであります。それと中島はこのマイクアピールをする剣王に口だけじゃないところを見せてみろというふうにも話していました。まあ中島もその結果としては佐久間さん、
今は、ね、自分の方が出ているという思いはありますよね、はい、そうですね、やっぱベルトの価値を高めていきたいということで積極的ですよ ね、 そうですね、今ちょっとエルボーかなりクリヒットしましたね。おっと剣王がちょっと目がうつろになっています。今の打撃、エルボーは一瞬休暇飛んだでしょうか。おっと踏みつけて、おっとこれはさせませんね。中島勝彦の得意な顔面踏みつけ、これをさせません。剣王これを嫌います。剣王は確かにあのベルトを、ね、取ってないですけど、はいはい、混合のリーダーとして素晴らしいリーダーシップを取ってますよね、うん、そうですね、うん、すごくレスラーとして今いいと思いますよ、うんうん、まあ、逆に言えば小林さん、このベルトに絡んでいないのにこれだけこの存在感があるというのはすごいですよね。そうです、うん、それはもう素直に認めますね、はい。さあこの張り手、この張り手は効いた。しかし剣王も倒れない。おーっと崩れた。すごい張り手だ。キックだけではないこの2人、今後剣王にもこの焦点があります。さあ今今後のセコンド陣がついています。中島の表情変わりましたね。そうですね、ちょっと冷たい目つきになりました、うん、中島は全てをかけてきた剣王の盟友曽谷の挑戦も知り抜けております。あの曽谷を相手にも全く力負け、打ち負けしませんでした。さあ投げ打っていく、サッカーボールキック、ちょっと剣王がのた打ち回る。これは効いたでしょう。さらに投げ打って、今度は左でサッカーボールキック。佐久間さん、はい、中島はこの右も左もキック打てる、これも一つ大きいですよね。そうですね、全くどちらも遜色ないですからね、はい。まさに合法的狂気であります。そうそう、中島和彦のキック、足を手のように使うんですよね、はい、自由自在に使うっていうのがやっぱり、はい、素晴らしいですね。今日は一撃返しました。10分経過です。さあここまでは削り合い、おっと鋭い視線を切っているのは混合の面々。混合はすごくチームワークがいいですよね。そうですね、やっぱりそれもやっぱりこのリーダーの剣王が、はい、うん、素晴らしいリーダーシップを取っているんですね。この剣王の信念のもとに6人が一団結結束しています。さあ混合は全員でベルトを取りに来るという気持ち、実は混合結成からもうおよそ1年3ヶ月が経ちますが、佐久間さん、はい、まだ混合にベルトがないんですよね。そうなんですよね、やっぱこうそれを誰よりもね、やっぱまあ歯がゆく思ってるのは剣王自身だと思いますから、そういったところでね、このチャンスを逃すとまた次がないですから、剣王としてはね、何としても結果が欲しいですね。そうですね、まあこれからの混合の指揮にも関わってきますこの対戦の勝敗。しかしそこに立ちはだかるのは中島勝彦、あまりにも強すぎるチャンピオンだ。中島は意地でもこの顔面振り付け、得意のパフォーマンスを披露します。これは余裕の表れとも見て取れます。剣王にとっては屈辱的な攻撃、屈辱的な体勢です。なんか余裕っていうよりも、はい、なんか意地でもあの踏みつけをやりたいというような感じですよね。なるほど、意地じゃないかなと思うんですよね、まあ、気持ちの上でこの剣王の上を行ってやろうというね。そうですね、そういう意地があるかもしれません。おっと、これも今いい体重移動、体重が乗りました。ミドルキック、少しもっと足を払ってフットスタンプ、剣王がスピードに乗っていきます。背後からおっとニアタックです。剣王のランニングしてのニアタック、これは腰に決まったでしょうか。一旦カバーに来ました。そして足を取った、アンクルホールド、あっと素早くロープに逃げる中島、エスケープした。佐久間さん、この辺の攻防はどうでしょう。はい、いや、一つね、こう得意技でもありますけど、足を攻めに行くというのもね、
考え方としてはありですよね。真っ向勝負なので蹴り合いで勝ちたいという思いもあると思うんですけど、ベルト奪取のことを考えた場合に足にダメージを与えて、まあ、蹴り合いで優位に立つための一つの先手を打つという考え方もできますから、はい、ケンオが今のアンクルはどこまでの狙いを持って仕掛けたのかというのはこの後分かってくるでしょうね、はい、関節技もありますケンオ。おっと、逆に関節技を仕掛けているのは中島であります。スリーパーに行きました。おっと、コブラツイスト、ここでコブラを送り出しました中島です。中島勝彦、まさにこの覚醒しました、この不気味な形相。もっとしっかり落としたいところですね、うん、そうですね、まだ不完全ですね。しっかり足をロックしたいところですね、はい、さあ、まだ2人の致命傷を与えるようなキックは出ていません。去年の N1 ビクトリーではキングオーガーカバーに来ました。N1 ビクトリーでは剣王が右ハイキックで KO 勝負、2017年のシングル戦では中島が右ハイキックで KO と、一瞬で決着がつく戦いでもあります。今日の試合もね、そのハイキックでのフィニッシュっていうのは十分考えられますから、そうですね、本当に目が離せないですね。とにかく一発で決まるような戦いがありました。顔面を蹴り上げる、その右ハイキックをお互いに得意としている、そのハイキックも一つポイントです。バックドロップ、ひねりが効いていた、うん、いいバックドロップですね。 いいですね。中島勝彦もかつて健介室であのマサ斎藤さんのコントを受けている、そのひねりを効いたバックドロップ、さらに走り込んでのランニングローキック、余裕のチャンピオン。徐々に剣王が徐々にではありますが追い詰められてきています。赤いベルトのチャンピオン中島勝彦、今日が3度目の防衛戦です。ここまで井上雅夫、そして曽谷学を破ってきました。さあ、この赤いベルト、日の丸があしらわれておりますナショナルベルト。現在 GH ヘビー級王座は塩崎、ナショナル王座は中島、アクシスが2大シングル王座を独占。さあ、そのアクシスの時代を変えるのは剣王のギラついた反骨魂か。キック、ちょっと剣王ダメージが、ね、ありそうですよね。15分が過ぎました。60分の一本勝負で行われています GSC ナショナル選手権です。中島勝彦はもっと打ってこいという余裕のアピールを見せております。手を広げてそこに打っていく、あ、しかしそれを跳ね返していきます中島。剣王が歯を食いしばる、ブロックされた、おーっと中島のミドル、剣王はおっともうちょっと肩で息をしています、口を開けている、苦しそうだ、小林さんいかがでしょう。いや、剣王のポーカーフェイスがなんかすごく崩れてますよ ね、 すね、ちょっと表情にもう余裕がありません剣王。本当にこの衝撃がねものすごいですよね。本当にすごいありえない音が会場内に響き渡っています。持ち上げた、バーティカルスパイクには行かせない、おー、投げっぱなしドラゴン、そして起動、投げっぱなしドラゴンから起動につなげていきました剣王。さあ、思わずセコンド陣、シンクのセコンド陣が身を乗り出しています。剣王の状態を確認してみる、場内からはマルンバケの手拍子、これはどっちへの拍手か、中島も立ち上がりません。ご覧のようにまだ大声を出せません。お客さんは拍手で選手に気持ちを送っています。立ち上がったが、剣王はここから盛り返したい。しかし中島勝彦はまた不敵な笑みを漏らしている。もう汗だくであります剣王、しかしその目は死んでいない。おお、二人の蹴り合いが始まりそうだ。渾身の力を込めて、中島やり返す、まだ打ってこいという中島勝彦です。剣王
つて小橋さんが佐々木健介さんと逆水平の打ち合いで東京ドームを沸かせましたが、小橋さん、はい、キックの打ち合いというのもあるんですね。そうですね。この2人も本当に行き着くそこまで行ってほしいですね。はい、キックの蹴り合いで、はい、やはり小林さん、これはやはりこういう展開になるともう引けないんでしょうかね。そうですね、もういい、うん、返しました。意地ですよ ね、 ね、はい、これはまさにもうプロレスラーの差が戦う男の差であります。おっと、しかしここは拳王が制した。希望はカウント2つです。さあ、拳王は得意の PFS ダイビングフットスタンプを狙います。ここでの仕掛けはどうか、このタイミングでの PFS はどうか。トップロープ上がった、いった、中島かわした。しかし拳王も着地しています。おっと、担ぎ上げて、おっとデスバレー、ここからダイヤモンドボムもありますが、ここはデスバレーです。中島克彦、拳王を起こして、うわ、前から後ろからキックの乱れ打ち、拳王がサンドバック状態、前から、おっと、叩き潰した中島克彦。そしてまた動きを止めない、一気に持ち上げた、バーツからスパイク、拳王、わーっと、真逆さま、どうだ、入らない。小林さん、よく耐えましたね。もう構成に出ましたね。勝彦はもう決めに来てますよ。チャンピオンが勝負に出ました。怒涛のキック攻撃からバーティカルスパイク、しかしキックを落としています。おっと、この笑み、嫌な予感がします。ぶった切りキック、相手の顔面を情け容赦なく蹴り上げる、ぶった切りキックが待っているか。あ、拳王この体勢はまずい、四つん這いになってはいけない。中島克彦がぐるぐると回る、獲物を狙う肉食獣のようにぐるぐると回る。そして身構えてぶった切り、あ、飛ぶない、間一発かわしました。20分経過。やっぱりこう隙を見せてはいけないですよね。今もね、大の字の状態ですからね、はいはい、ただ拳、おっと、踏みつけてカウントを要請します、うん、あ、ふてぶてしいカウント。拳王の内心腹渡にゆっくり返っていることでしょう。しかしながら体が動かないか、拳王がまだ倒れ込んでいます。2人の対戦、2018年2019年は拳王が勝って今連勝中。そして何よりもまず金剛にベルトをもたらしたい拳王。中島克彦が余裕の表情です。ちょっとまた表情に余裕が出てきました。拳王も疲れています。もう中島が何を見せ、おっと、うまく切り返していきました。拳王が今リングにいます。中島はコーナーの上、おっと、そこに追っていく、トップロープに上がります。何を狙っていくのか。中島も背を向けている、拳王もリングに背を向けています。おー、まさか、フルネルソン、トップロープからなだれ式ドラゴン、なだれ式ドラゴンスープレックス投げっぱなし、ここを一番で見せる拳王の秘策であります。佐久間さん、あれは拳王も非常にリスクありますよね。そうですね、やっぱね、自分もね、背後の状態が分からない状態でいきますし、リバースの恐れもありましたけど、やっぱりこれで流れを掴みたいってことですよね。体重は乗ってましたね、今全体重突き刺していった、そしてがっちり固めた、 PFS クリアされました。お互いの必殺技一発ずつクリアしました。小林さん、ここからですね。そうですね、ここからですね、ここからがタイトルマッチ、 GHC の時間がやってきました。拳王が吠えます。もう一刻の猶予もない、すぐに決めてしまおうという。さあ、拳王がもう一度トップロープによじ登っていく、反骨魂、あーっと撃墜された。中島が次落ち着いています。
今の仕掛けは佐久間さんどうだったんでしょうか。いや決してね悪くなかったと思うんですよね、ただやっぱ中島がねいい反応をしたということですよね。拳王としてはやっぱフットスタンプ返されたので次の一手っていうのが大事になってくるというのはね十分分かっていたんですけど、まあやっぱりカウンターですよね。必殺技というこのカードはお互いに切りました。さあ2人がここで額を突き合わせていく、まあ、この後ですよね得意技返されましたけど、まあ、何よりもお互いにハイキックありますからね、そこをどのタイミングでいけるかですね。張り手合戦になった。意識を飛ばすような張り手、もうこれで仕留めにいっています。中島が、おっと剣王もがむしゃらに行く。しかしおっと中島がフットワーク末にしてかわしている。打撃合戦、おすごい張り手、決まった、カウンターですね。今反対に張りましたが、それでも小手で前に出ます。剣王は小手、おー中島張り手、剣王中腰、しかしまだ立っている。剣王まだ立っています。キックを受けても倒れない、これが反骨魂、剣王の荒ぶる反骨魂だ。おー輪廻、剣王輪廻後頭部、そしてスピンキック、中島トラスキック、キックの打ち合いになっている。おーハイキック、これは打ちだ。しかしまだ2人とも倒れていない。小手ですね、小手、小手が顔面捉えている。はい、引く、いったいった、剣王手応えあり。中島どうか、中島の意識はどうか。小林さんどうでしょう。止めた、取りました。しかも衝撃的な結末、右からの発砲、戦慄のハイキックで中島勝彦をホームに去りました。さあ今後のセコンド陣が手を叩きながらリングに入ってきます。佐久間さん、はい、やはり一撃でしたね。そうですね、やっぱりハイキックでしたね。まあ、お互いにどっちが抜くかというところでクリーンヒットしましたね。見事に決まりましたね。もう剣王の居合抜きのような戦慄のハイキックが中島勝彦を切り裂きました。さあちょっと剣王が歩み寄っています。これは中島の何か話しています。どんな会話を交わしたのか。中島勝彦、意識を飛ばされて王座から陥落、勝ったのはこの男、反骨魂でもぎ取りました。この強いチャンピオンを倒しました、剣王です。中島が肩を借りながら引き上げていきます。もはや言葉を発せられるような状況ではありません。しかし佐久間さん、剣王がよくこの中島の猛攻を我慢しましたよね。そうですね、やっぱね、小手も放ってましたけど、張り手では中島が押してましたからね。中島は3度目の防衛に失敗、第3代の GAC ナショナル王者は